お越しくださいまして本当にありがとうございます、そしてキングフィッシュ初の本格派本格的高音質高画質のどこ見て喋ればいいのかな、はい初の配信ということで行っておりますが、皆さんねお楽しみいただきたいと思います。いつもですね、はい、演奏している3人なんですが今日はきっちりと本格派ライブということでお送りしたいと思いますが、ハービーハンコクとですねキースジャレットとチックコリアと3大ね、素晴らしいピアニストの曲を中心にクオリティ高くお送りしたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。やっぱアルコールがないとね皆さんおとなしいですよね、はい、まあねゆっくりおくずつろぎいただきたいと思いますが、1曲目はですねハービーハンコックの名曲ですね、元気よくカンタロープアイランドからお送りしました。その次にお送りしましたのがキース・ジャレットのラッキーサザンという曲なんですが、キース・ジャレットが演奏している CD とかがこれ実はないんですよね。まるでね、マイルス・デイビスと何でしたっけ、ビル・エヴァンスのナルディスみたいな、ね、なんかあれですよね、マイルスが作ったんだけどマイルスの演奏した作品がないというね、これも同じような感じでキース・ジャレットが作曲なんですがラッキー・サザンお送りしました。はい、今日はですね、まあ、時間も限られているということでサクサクと行ってみたいと思いますが、次はチクコリアの名曲です、アルバンドのルンバをお送りしたいと思います。Thank you.
チクコリアのアルマンドのルンバに続きまして、これはキース・ジャレットの、ね、名曲ですね、マイソングというアルバムに入っております、カントリーという曲ですね、私が初めてこの曲を聴いたのはですね、まだ二十歳ぐらいの頃でですね、はい、まあ大人びて、当時小倉にですね、アダムスという名前言っていいですかね、覚えてらっしゃる方とかいないですよね、北九系の方いらっしゃらないですよね、アダムスっていうあのもう当時こういう感じのバーがあったんですよね、時々ライブやりの、はい、であのジャズがずっと流れたおしゃれのバーだったんですけどね、その時にこの曲よくかかっててですね、であの当時の親友と、はい、まあ二十歳ぐらいですよね、まあ、いずれ人前でこんなの弾けることになったらいいよねみたいなね、弾けることになったらって全国の皆さん聞いてらっしゃるんですね、はい、標準語でいきたいと思います、はい、ね、こんなの人前で、ね、弾けるようになるように目指したいわねとかね語った思い出のある曲なんですが、ちなみにですねその親友はですね、まあ、ピアノ目指してたんですけど、まあ、いろいろですね、はい、世の中いろいろということで、まあ、男性問題やらなんやらで、はい、今行方不明という、はい、まあ、これぐらいにしておきますね、はい、という思い出の曲でありましたが、皆様、はい、お家で、ね、いろんな場所で配信の方お楽しみいただいてますでしょうか。今日はね丸太オーナーおすすめご自慢の高音質高画質というね、はい、お送りしておりますが、ではですね、ワンセット目最後の曲になりますが、これはチッココリアですね、はい、かなり昔の曲なんですが迫力満点にお送りしたいと思います。ラ・フェスタお送りします。Thank you.
どうもありがとうございます。中村豊、丸田博史、浮城久美子でした。ではですね、少し休憩をいただきたいんですが、8時撤収ということですね。ちょっとまあ余裕を持って6時55分からでよろしいでしょうか。はい、ではですね、はい、配信の皆様も6時55分までにお酒をちょっと入れ替えてきたり、ね、お手洗いとかいろいろ用事を済ませていただきたいと思います。どうもありがとうございます。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ありがとうございます、はい、セカンドステージお待たせいたしました。1曲目はですねチックコリアの曲なんですが、あまりチックコリアらしくないスイングですよね。タイトルもバド・パウエルというタイトルなんですが、チックコリアがバド・パウエルに捧げた曲なんでしょうね、はい。でも途中なんかこうねラテンになったりチックコリア色がちらっと出てきたという、ね、感じの曲でしたが、そして2曲目です、これはですね、キース・ジャレットのスタンダードというかなり画期的なアルバムが、20年30年前ぐらいですかね出たやつの中から入ってる曲なんですが、ムーン&サンドという曲をお送りしました。ではですねちょっと1曲だけ私のオリジナルを入れていただきたいなということで、今までの流れがなんかガラッと変わってしまいそうでちょっとすいませんという感じもあるんですが、はい、まあ、まだお買い求めになってない方はいらっしゃらないと思うんですが、1曲目に入っております、はい、曲をお送りしたいと思いますが、なぜかですねこの五色という曲よりも1曲目の堂々巡りの方が有名になってしまったというね不思議な現象ですが、はい、ではですね今日はこの3人でお送りしてみたいと思います。私のオリジナルです、堂々巡りをお送りします。
ありがとうございます、はい、元気よく堂々巡りの後は、私の好きな曲の一つなんですが、これはですねスタンダードなんですがグッドライフという曲をお送りしました、はい、ではゆったりしたところでですね本日早いもので最後の曲になりましたが、はい、お二人なんかないですか、一言よろしいでしょうか。そうですね、はい、そうです、場合によっては。今日いかがでしたか、丸田さん。今日丸田さんはいかがでしたか。楽しかったですね、はい、緊張しましたですね、配信というよりやっぱね、はい、中村さんはいかがでしょうか、はい、楽しみございましたか、はい、緊張しますね、はい、あれなんですよね、配信しますということで、遠くの方はね、丸田さんのお知り合い、共通の知り合いとかに、東京に行かれた方とかにね、いろいろちょっと連絡したところですね、わ懐かしい丸田さんね、相変わらず素敵でいらっしゃるんでしょうねみたいな感じで、はい、今見てると思いますけどもね、いやいやそんなことないですよ、おかわりないですねということで、はい、いや本当に配信っていうのはね、もう絶対お会いできるはずのない方にもね、見ていただけたりとかね、これからもまた呼んで、雨なんかね、最近天気がおかしいですが、ね、素敵なね、雨でも昼でも雪でもとっても素敵なキングフィッシュで、今日はライブをさせていただきましたが、なんかすごいことになってきましたね、皆さんお帰り気をつけてくださいね、はい、では表向き最後の曲になりましたが、はい、チックゴリラといえばこれでしょうということでお送りしたいと思います。スペインをお送りします。
います。オンベース中村豊、オンドランス丸田博史、ピアノ浮代久美子でした。ありがとうございます。配信の皆さんもありがとうございます。強制的なアンコールありがとうございます。はい、ではですね、皆さん、ね、さっきの曲で、耳もお疲れになったのではということで、最後はキース・ジャレットの名曲で締めたいと思います。マイソングお送りします。はい、皆さんこれからもですね、お元気でお過ごしいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。Thank you.
もありがとうございました。中村豊、丸田博史、生城久美子でした。今日はどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。配信の方もありがとうございました。終わります。ありがとうございます。